1番の浅沼を抑えて、まず先行体制は3番の田中。中段に入って1番の浅沼、神奈川勢は後方からどの位置から渡辺巻き返しを狙ってくるのか。残り2周を切って地元ライン、このまま先行勝負見せるのか。3番田中がしきりに後ろの動きを警戒しています。マイペースに持ち込んでいる3番田中、後ろからの動きなければこのまま逃げる形となりそうです。先行勝負は地元勢、3番田中、4番米田、続くは6番進藤と地元3名が主導権つかみ、1番浅沼中段から、2番の渡辺は後方からのまくり展開。残り周回、逃げる3番田中、番手回って米田、3番手6番の進藤、地元勢が主導権つかみ、4番手から1番の浅沼、浅沼まくり発進、逃げる地元勢を捉えることができるか。先行逃げる3番田中、まくっていく1番の浅沼、浅沼のまくりが地元勢を捉えた。まくり切った1番浅沼、浅沼まくってマーク5番の松山、外2番渡辺。加藤もインコースすんなりとは下がらずに突っ張る動き、静岡勢抑えることができませんが、もう一度踏み直してくる吉武。1番加藤突っ張ります。神奈川勢今日は積極先行、1番加藤の逃げ、マークは4番勝又、3番手7番鶴岡と主導権つかみ、5番吉武、5番手下げてもう一度巻き返しを狙います。先行体制は神奈川勢、後ろ静岡勢の巻き返しを警戒しながらマイペースに持ち込んでいる1番の加藤です。逃げる加藤、4番勝又、神奈川の後ろには7番の鶴岡、さらには6番の石井隆、先行逃げて1番の加藤、加藤の逃げ、番手4番勝又、5番の吉武はまだ候補の位置、1センター過ぎてまくり放つ静岡勢、吉武のまくり、現在3番手の外、逃げる1番の加藤、番手4番の勝又、7番の鶴岡、外からは2番の北村、直線コース、逃げる加藤、加藤先行粘りを見せて、続いては4番勝又との一着争い。佐伯が突っ張る動きとなるのか、引かずに突っ張りました静岡勢。佐伯は連日の先行勝負を見せていきます。下げた小林がどの位置から巻き返しを狙うのか。先行体制7番の佐伯、静岡勢がラインの長さを生かし、ここはペースを握っていく。7番佐伯、3番渡辺、1番小林が巻き返してきた。一気に踏み込んで静岡勢を叩きに行く1番小林、ジャンで先頭に立った。叩き切った1番小林にマークは6番の藤田、立て直したい7番佐伯、そして3番の渡辺、先行1番の小林、小林逃げてマーク6番の藤田、地元勢が主導権つかみ、3番手から7番の佐伯、そして3番の渡辺と静岡勢まくり発、藤田が牽制するがまくっていく7番の佐伯、逃げる小林を捉えた7番佐伯です。そして3番渡辺、外踏み込んで4番田中、直線コース、7番の佐伯、ライン3番手から伸びた4番田中。前で6番古川、上がってきた1番矢口、矢口が強引に抑えに行き、古川も突っ張るんですが、関東勢はライン崩れて、古川短期で逃げる形、さらにばらついて5番の田村がもう一度踏み上がり2番手、1番矢口も少し外浮きながら一旦4番手に下げて地元勢巻き返してきます。もう一度6番古川と1番矢口、ジャンから先行争い、6番の古川、1番矢口が強引叩きに行くか、抵抗を見せて6番の古川、一旦2番手に収まって1番矢口、続くは3番立川、その後ろには5番田村が入っている。逃げる6番の古川、2番手から2コーナーから発進、1番の矢口、続くは3番立川、5番の田村、そして4番柴田、1番矢口、番手3番の立川、内潜り込んだ4番柴田、直線コース、1番矢口、矢口振り切ってマークは3番立川。ゆっくり外持ち出して亀井が巻き返します。一旦は埼玉東京勢を抑えて先行体制南関東勢、2番の柴田は切り替え中段をキープしていき、1番上原下げて5番手から、残り2周、先行体制亀井、マーク3番の加藤、
1番の上原が巻き返します。1コーナーを回ったところで一気に踏み込んで1番の上原先行勝負を見せます。6番の亀井は叩かれて現在3番手の内側先行に出る1番の上原、マークは5番の内田、続くは4番の川口と埼玉東京勢が主導権を掴んでいく。地元6番の亀井は4番手抜け出してその位置から逆転を狙ってくるが逃げる1番の上原、番手5番の内田、3番手4番の川口と埼玉東京勢主導権、中段からまくっていく6番の亀井、亀井のまくりを5番の内田が牽制する。逃げる1番の上原、番手5番、3番加藤が切り替えて追い込み勝負。1番の上原粘っているが一気に突き抜けた3番加藤圭一。埼玉トリオが一旦前に出て切り替え上昇、神奈川勢6番の村上下げて加賀山、3番の久木原先行体制、中段には6番の村上入り、5番加賀山は後方から先手、3番久木原、6番の村上が内を救っていくがそのもつれる間に5番の加賀山一気にかましていく。ジャンから先行体制、5番の加賀山、マーク2番の小野、地元両者抜け出して3番の久木原、埼玉勢は中段を回る。加賀山が抑え込んでペースを握り残り周回ホームを切ってぐんとピッチを上げていく加賀山、逃げる加賀山、マークは2番の小野、3番手から久木原がまくりを狙うが軽快に飛ばしていく地元両者、逃げる加賀山、番手マーク2番の小野、3番の久木原その位置からまくりを狙うんですがここは加賀山逃げ切りなるか、逃げる加賀山、迫ってくる小野、振り切ったか加賀山、マーク2番の小野。一旦山本を抑えます。3番中島外に持ち出して追い上げて先行体制、2番の島津それを叩いて3番の中島、中島が主導権つかみマークは1番の石川、2番の島津が中段を取り6番の宗掛が追い上げていき、さらにジャン前からかましてきたのは5番の山本、地元山本が思い切って先行を見せていき7番の二藤がマークを落車、6番宗影が落車、さらに2番の島津と2名がアクシデント、5番の山本先行体制、7番の二藤がマーク、そして3番の中島、1番の石川先行勝負、山本番手7番の2頭のサポート、そして3番中島3番手からまくりを狙っていき2センターから4コーナー、逃げる山本、1番の石川がさばいていき直線コース、逃げる山本、山本粘りを見せて迫って7番2頭。最後尾を回って2番の植木、植木もシャープな伸びを持っており好位取れれば一気の追い込み十分にありえます。ホームに帰っていき残り2周先行型は実質1番本田1社の展開、ここは別線を警戒しながらうまくペースをつかみたい地元勢です。山内が後ろから巻き返すんですがそれを見て本田がペースを上げました。先行勝負、地元勢山内を出させません。3番手の位置に3番の山内入りました。1番本田、続くは5番の高橋、その後ろに山内入ってそして7番の深沢、先行逃げるは1番の本田、中段を取って3番の山内が逆転を狙ってくるが逃げる1番の本田ペースをつかんで番手5番高橋、まくってくる2番の植木、3番手から3番山内も踏み込むがここは地元勢の展開か、逃げる1番の本田、本田が逃げて番手から一気に追い込んだ5番高橋。4番手並走状態、増木を抑えながら吹沢ここは先手を狙うか、その両者の動きを警戒しながら山中、吹沢ゆっくり上がって赤番から先行体制、しかし増木もそれを許さずと巻き返して現在3番手並走、1番山中外で2番の増木、6番の吹沢の先行策、増木が叩きに行くがペースを上げて6番の吹沢、3番の木暮が落車のアクセント、木暮が落車、逃げる吹沢しかし援護はなく7番の杉本が2番手切り替え立て直して2番の増木、さらには1番の山中、
まくりを放って2番の増木、1番山中も外を踏み込んでいく、まくりの打ち合いとなっていき、2番の増木、1番の山中、中を5番の成京で直線コース、1番山中、山中まくって2着争い混戦。